こんにちは、 BA チャンネルの BA です。今日も動画を見に来てくださりありがとうございます。先週金曜日は突然にお休みをしてすみませんでした。あまりにも暑くてやる気が起こらなくて、これはそのお休みしている間に買ってきた雑貨です。大阪狭山市のお花屋ひいらぎさんです。インスタで雑貨 30% オフの情報を知り行ってきました。前に置いてあるのはまた後でご紹介するとして、ひいらぎさんで買ってきたのは後ろのプチプチに包まれている鉢2つと、持ち手がかわいいブリキの鉢、そしてアンティックなフェンスを2つです。こちらはダイソーのセメント鉢、そしてこれはセリアのケーキ型です。それといつも使っている3本指が切れている手袋。ケーキ型は何で買ってきたかというと、これに合わせられるかなと思って買ってきました。いただき物なんですけど、使えるかもと捨てずに取っておいてくれたそうです。何が入っていたって言ってたかな、バスクリーン石鹸聞いたのに忘れてしまいました。あれギリギリ押し込めば入るかな。でもその前に色を塗ろうと思います。今日は白っぽくしたくてアースホワイトを選びました。塗料がつきやすいようにヤスリでこすっておきます。下地剤を塗るのもいいかなと思います。今日の動画はこのいただき物の容器を仕上げて寄せ植えをしていきます。最後までお付き合いよろしくお願いします。 BA チャンネル。思っていたよりも綺麗に塗れたようです。ケーキ型の方は二度塗りをして、そこには一つ穴を開けておきました。あとは合体させるだけ。指で押しても入りそうにないので金槌で叩いてみます。予定ではポコッと入るはずだったんですが、これ以上どうしても入らなくて、揺らしても力を入れても取れそうになかったので、これでよしとします。平らな底面にはクッションゴムをつけておきます。土はいつものブレンド土を、ココヤシファイバーで深さをかさ増しです。こちらはビワホップです。寒さが苦手な多肉なんですけど、この蒸し暑い季節なのに夏は元気です。今日はこのビワホップを使った寄せ植えをしていきます。ちょうどこの垂れ下がったところを切ろうと思います。ビワホップは葉差しもできるので保管しておきます。葉と葉の間隔が広くて間延びしているのは、冬の時期に過保護にしすぎて日照不足で育った証拠です。その部分の茎の葉をもぎ取っているところです。春が来て日向に出したところあたりから葉が詰まってしっかりとした苗に育ってくれています。その部分を残して葉をもぎ取っています。頭が重いのでしっかりさせるように長めに残しています。刺す時は途中で折れないように
ピンセットに沿わせるように挟んでいます。こうした変形の鉢では難しいですね。せっかくセットしたのにやり直しです。気を取り直して。うまくいきました。こんな風に鉢の周りにぐるりと刺していきます。あと残り1本。というところで、先に刺した苗が落ちてしまいました。刺してさえしまえば、あとは真ん中に植える多肉で抑えることができるので、頑張ります。これでよしっと。さらに土も追加しておきます。これはロッティです。ロッティも寒さに弱い多肉です。夏はこれといってトラブルに見舞われたことがなくて、うちではベランダで一年中過ごしています。ビアホップとロッティ、どちらも寒さが苦手多肉同士ということで選んでみました。黄色くなっている葉は取って、花芽は切っておきます。先に刺したビワホップを押さえるように植えていきます。これで完成です。蓋は閉めても大丈夫そうですね。今日も最後まで見てくださってありがとうございます。この動画がいいなと思ったら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。
みえでした。次の動画までバイバイ。